あとなんか、え、聞き忘れたこととか。へえー、あと針が怖いっていう人にはどうやって説得するんですかと。受けない。来なくていいですって。いや、体験、生理一番使って打ってみたりとかして。あ、なんセミナーの時に。セミナーの時でも別にあのスパの中でも嫌だ、怖いとか言うと別に痛くないよって言って、うん、どうみたいな、うんうん、やっぱ外国人でも男女差とかあるんですか。男の方が怖がりだとかある、同じじゃないですか、ね、日本人の方がほらもう男性はなかなか受けないとか怖がるとか言うでしょ、外国の人って。お客さんの割合としては半々ぐらいですかね、今。そんなに別に女の人がすごい多いわけでもないし、うん、年配の人が多い。年配の人はクルーズ、あ、それも船会社によるので、船のラ、あのカジュアル、ラグジュアリーとか、そこのランクでお金持って時間がある人のクルーズライン、クルーズだとそういう人が多いし、若者向けだと若い人が多いしという感じで、私が乗ってる船はおじいちゃんおばあちゃんが多いので、おじいちゃんおばあちゃんが多いです。うーん、電動車椅子でブーンってくるような。それもカジュアルの方がそういう人が多いです。なんか、はあ、へー、そうなんだ。カジュアルな人の方がレイジーなので。なるほど、結局は糖尿病になったりとかする。そうそうそう、あのお金持ってる人たちの方が健康意識が高いので、ああ、エクササイズを、そうそうそう、いいもの食べて、パーソナルトレーナーについてやってます。動脈硬化なさそうだもんね。いいもの食べてする。いいもの食べてるからだよ、うん、デブデブは少ないですね。腰痛とかっていうのはあるけど、そのデブな人は動かないからそうなんじゃないのっていう。ああ。で食べるのもね、ピザとかなんか安くてたくさん食べれるやつみたいなでいくから。うん。それでただレイジーだから、あの電動車椅子の人多い。歩けるしょっていう人多いですかね。ああ、歩けるのに楽をしてるっていう人も、ね。ああ。ですかね。車椅子だと空港とかも楽ちんらしいんですよ。並ばなくていい。そうそう、並ばなくていい。ああ、そうやってやってもらったことあるんですよ、ぎっくり腰になって。うん、送ってもらった。そういうのがあるらしいですよ。へ、生き方変わりました。生き方、ほら、そういうリッチな人に会ってとかさ、そういう人生観、人生観とか、そういう意味、うん、そういう人って、ラグジュアリーな人ってが集まる船とか乗っちゃうでしょ。そうすると生き方、考え方とかもすごかったりするん。そういうわけでもない。そんなことないけど。私は私を。お金あったらいいなって感じですかね。これからも乗るの？わかん、まだ決めてないです。でももう一回乗るかもしれないし、乗らないかもしれないし、まだちょっとどうしようかな。迷子になって。どこに向かっていこうかなって、うん、何度もやっぱり乗る人多いね、だからね。いや、日本人、いや、そんなことないですよ。こんなに7回も乗った人はあんまりいない。明治3回やって終わる人がほとんどなので。だって知ってる人よりもう一人も、まあ頻繁に乗ってる人が、だって知り合いに2人もいるっていうのは珍しくない。村の話、村と、うん、村もそうでしょ。村は豪華客船じゃない。だけど船に乗ってるじゃん。いつまでたっても陸に定住しない、うん。あ、合ってるのやっぱり多分その生活苦じゃないし、うん、別に、うん、そうだと思う。だって私無理だもん、うん、エンジン音がダメだったんだっけ。いや、エンジン音がダメっていうより広、船は広いんだけれど、そこより先に行けないんだよね。明日どっか別のところにプラッと行ってみようみたいのがない。港に着けばあるよ。いや、まあ、もうそういうことですから、そこまで我慢しないといけないもんね、うんうん、次の日着くよって。そういう人じゃない、うん、村のとこは着かないよ。2週間ごとにしかポートに着かないから。そこあれはあれですごいけど、うん、え、毎日着くの？ここ基本は着くの？基本は着いてしまう。それも、あの
なんていうの、なんていうんだっけ、アイティナリー、クルーズのこうスケジュールにもよって、うん、でも太平洋こうある場所、海部海からヨーロッパに移動するとかっていうと1週間とかつかない時はあるけど、まあでも 2,3 日に1回は絶対ほぼ、うん、ほぼ毎日ポートの時もあったりするし、ヨーロッパとかだと思う。で、あ、そうそう、ポート、あの、ついて上陸するツアーみたいのがあるんだよね。で、それにくっついて行ったりするんだよね。そのオプションツアーみたいなのはほぼポートごとにあるから、で、クルーはボラン、それも船にもよるかもしれないけど、ボランティアでこう船からの誘いみたいな人で行けて申し込んでもらえば、もら、あの、ラッキーだったらもらえて、それで行ける、うん、もらえるってどういうこと？あの、行きたいっていう人が多かったらみんなが行けるわけじゃないので、あ、その、うん、コネクションを使ってとかよくわかんないけど、それは、引率で行くと、あの、それがサラリーになるってこと？もうボランティアなので何も別に自分の時間をただでツアー行けますぐらいですかね、うん、あ、そうか、ご飯付きだったら、なんか、だからお客さんは200ドルとか300ドルとか払っていくようなツアーを、まあ、引率っていう形で入れて、うん、いいなそれを、うんうん、でもお客さんから文句言われたりもするし、うん、いいことばかりじゃない、でも行きたくないって人もたくさんいるけど、逆にそれ、そのツアーの引率じゃなくて降りて自分で回ることもできるの？お休みならその日は。ああ、そっか。毎回お休みっていうわけはないんだ。だからさ、その 3,4 時間お休みにし毎日するっていう人もいるだろうし、うん、また52時間働けばいいので、うんうんうん、それ以外をどう、このポートは行かなくていいから働いて、ここで外いたい、来たいからっていうスケジュールを自分で組める、うんうん、組んでいいんだけど、まあ、そのマネージャーにも、マネージャーがコントロールした人だとなんかブツブツ言われたりとかして、めんどくさいなっていう、この時間にはいてほしいって言われることもあるわけだ、船の中に。そう、だから休みの日とかなんか全部管理されちゃったりとか、あ、この日が君の休みねって言われることもある。ある、話を聞いてる、私はね、今までそんな経験をしたことないんだけど、うん、話を聞いてるとそういう風な目に遭う人もいるみたい。うん、うーん、まあそれは運だね、じゃあ、うん、うん、喧嘩とかしたら出られ大変だもんね。喧嘩とかはするの？どういう、船内でクルーとかマネージャーとかそういうのってあるじゃない。でも降りられないじゃん、喧嘩して仲悪い状態で過ごさなきゃいけないじゃん。それは、うん、すごいことになる時もあるし、お互いの中小合戦みたいで会社巻き込んでやってる人たちもいるし、うん、もう喋らない人もいるし、それはいろいろ、うん、そうね、逃げられないもんね、うん、7ヶ月逃げられないって、うん、結構だよね、うん、辛い環境でもね、そうか、それができる人とできない人と、うん、次そんな喧嘩しないし、私だから7回も売れるんだと思う。そう、そうだと思う、多分ね、別に、まあ、うん、社長が取んないならそうって言って、そういう人だよ、うん、生き延びていく方法、英語とかじゃなくてこういう人だよ。そうだよね、うん、さらっと流せて、どんな環境でも寝れて、あ、うん、得されしない人、うん、うん、何でも美味しく食べれる人、ね、そうじゃないとダメだと思う。私ダメだと思う。憧れたんだもんね。いや、私あゆちゃんに話を聞く前に知ってて乗ろうと思って、うん、てたんだよね、実はね。でもいつでもやめられますよ、うん、別に。どっちよ、ここ？いやいやいや、あの、行って嫌だったら帰ってくればいい。ああ、まあもちろんそれはそうだけど、うん、うん、結構ね、アメリカの鍼灸師さんにはしょっちゅうなんかオファーが来るみたいで、メールマガジン的な感じで乗りませんかみたいな。だからアメリカでは結構よくある話みたいな。海外いくらでもあるっていう感じなんじゃない？だからそういう続かないみんな、うん、行っちゃうんじゃないかな、うん、そんな、そんな大事にしてくれる会社でもないし、使い捨てだからね、あの、それでもいくらでも会話いるってことね、うん、だからすごいよね、船内で愛されてるじゃない、そういう意味では。
別に敵がいなくてさ、また帰ってきた、うん、また一緒に乗ろうねみたいな感じになるんじゃない？おばあちゃん帰ってきたのねみたいな感じになるじゃん。ってでも船今は同じとこ戻ってるけど全然違うとこに行く人は行きますからね。同じ船にはなかなか戻れないので。あ、そうか、自分で選べるわけじゃないから。リクエストは出せますけど、今回とか1月に降りて次行った人が7ヶ月そこに乗るって言っちゃったから私は8ヶ月か7ヶ月間帰れないので、まあ、そうだね、空きがないと入れないんですね。1回7ヶ月だから、次の人がいたら7ヶ月待たなきゃいけないんだよね。そうそう、で待ってられなかったら他の船探して、そうそう、他の船かもう帰ってこないか。今までたまたまラッキーでおばちゃんが一人ワールドクルーズだけ行きたいって人がいて、私が降りてる間3ヶ月4ヶ月だけ乗りたいって人がいたから、うまくこうローテーションでできてたんだけど、おばちゃん帰ってこなかったから次の人が7ヶ月行くっていう。そうだよね。そしたらその空いてる7ヶ月何して食べるっていうこともないとなかなかね。そうだよね、続けていけないよね。明日からテレフォンオペレーターです。あら、初めての。でもほら、仕事が忙しいとお金も使わないからある程度は貯まるんでしょ。そういう意味では船の上でってこと？うん、とか船の上では金貯まりますよ。使わないもん ね、生活費かかんないし、ね、うん、外でどんなに結構豪遊しててもお金貯まりますから。港港で使うって言ったらご飯ぐらいでしょ、うん、ご飯とビールぐらいです。そうだよね、ご飯とビールぐらいそうだね。そっか、じゃあ別にテレフォンオペレーターしなくてもあるってのはやってけるんだ。やってけます、やってけますけど暇ですよ。まあそれはそうだけど、なぜテレフォンを、そっか、でもその辺鍼灸師で働きたいんですけど、うん、患者さん、ね、とか鍼灸院で働くわけにいかないし、そこら辺の人に声をかけていけませんっていうわけにもいかないし患者さんさえいれば、そう、時間が限られてるもんね、うん、次のクルーズまでって考えると、そう 4ヶ月だけ雇ってくださいっていうのはなかなか難しいので、そうだね、そうだね、うちでっていうわけにもいかないもんね。払えないもん。自分でやってくださいって、自分でまたそういうのやって2割そう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 、インカムです、インカムで針ってねみたいなことから始めて全部